いや、今朝いい。子供たちは？もう奥様が学校に。うん。生まれて以来、私は自分が存在していること自体のさまざまな矛盾を絶えず痛感してきた。小説や戯曲を書くことにより、私はこの矛盾を解決しようと全力を尽くした。が、言葉には限界がある。そこで私は別の表現方法を見出したのである。計画通り行ってるか。はい。これをみんなに渡してくれ。すぐに行くから。はい。ああ、手紙届きましたか。ニュースのネタになりそうなちょっとしたドラマだと思いますので。ああ、それからできたらカメラと腕章もぜひ持ってきてください。幼少の頃、私は絶えず窓辺に佇み、外で思いがけないことが起こる日を